はい。うれしい。そりゃ、ついに、発表されました。いやー、俺も注目してたスマートフォンですけども、ROG Phone 3ですね。まあ、正式名称は ROG ですけども、ROG Phone 3が発表されました。最上級のモンスターとなって出てきたというところですよ。ね。まあ、今回、同じ ROG Phone 3でも、簡易エディションというかね、そういうものもあるので、まあ、なんて言うんだろうな。ちょっとこうゲーミングスマートフォンを興味がある人。で、そこまで最上位まで用意しなくてもっていう人も、割とこうとっつきやすいもの、とっつきやすい版も用意されていたりしますし、まあ、詳しく後々話しますけども、過去の、まあ、前のね、ROG Phone 2の時のアクセサリー類ですよ。ね、ROG Phone といえば、2画面にしてゲームを楽しむとか、またはそのコントローラーつけて、物理コントローラーですよ。要はスイッチみたいな感じでね、ゲームをするとか。そういうのはいろいろできるんですけども、そういうものも互換性があると。これも素晴らしいなというふうには思いました。まあ何はともあれですけどね、スペックを追いかけていこうと思いますけども、いいよね。すごいよね。まあ SOC はね、かねてから、まあ噂も含めてね。で、そしてまあティザーとかそういうリークも出てましたから。あれですけども、スナドラ865プラスということになっております。まあリーク段階でも、アンツのね、スコアなんか出てましたけども、歴代最高スコアを叩き出す。化け物 SOC ということになってますよ。で、ラムに関しては上位モデル、上位機種ですね。ROG Phone 3無印と言っていいのかなは、最低が 12GB ラム。最高が 16GB ラムですね。俺の PC よりも積んでるぜ。そしてストレージは128、256、512というバリエーションになってます。簡易エディションとなっている、まあ、ストリックスエディションというものがありますけども、こちらに関しては、SOC がスナドラ865無印で、ラムが 8GB と 12GB 版、ストレージは128、256という構成になってますね。うん、まあ、ここ以外は、下位と上位モデル、違いはないですから、要は無印とストリックスエディションで差はないので、まあ、特別ガチではないんですっていう人は下位でも十分という方も中にはいらっしゃるかなというふうには思います。はい。そしてですね、バッテリー。6000mAh で 30W の高速充電ということになっております。で、これはですね、歴代のROG Phone 2前のものかな。特に変更はないように見えるんですけど、ただこれソフトウェア的なところとか、そういうところ含めてブラッシュアップは進んでいまして、70%、75% かな。バッテリーのそれまでの充電速度に関してはアップしてるみたいです。そこまで溜める速度がアップしてる。全体でかかる速度としては、まあアップしてないんだけども、バーッと溜めることができますよっていうことだったり、あとはですね、よくパソコンとかにはついてたりしますし、あと iPhone とかにも、まあ備わってたりするんですけど、バッテリーの何十%まで充電します。要は、過充電を、防ぐような機能とかね。そういったものがね、ソフトウェア的にね、設定できるように仕上がってるってことなので、実際には容量だったりとか、まあ、全体の例えば 30W 高速充電とか、そこら辺は大きく変更はないんだけども、裏方の部分でしっかりとブラッシュアップはされてるというものに仕上がってますね。ここら辺はですね、実際の使い勝手に長く影響しますし、長く影響するっていうのはちょっと先に言い過ぎたな。長く使う方にとっては、だいぶありがたい機能なんじゃないかなっていうふうには思います。はい。っていうところで次に、カメラ。ね。アウトカメラに関しては3眼です。6400万画素、そして1300万画素の超広角と500万画素のマクロというところで、まあこれはですね、メーカーサイトにも載ってますけども、まあ昨今の流行りの写真の撮り方っていうのはしっかりと網羅してるよというところになりますね。まあ、で、インカメラが2400万画素でありますけども、これもまあ高画素なんで、なかなかいろいろ使っていけるのかなというところと、あとインカメラで嬉しいところとしては、まあ昨今のそのトップメーカーの普通のスマートフォンは、まあパンチホールだったり、ノッチだったりとかっていうのが多い中で、まあこのゲーミングスマートフォン、俺もレッドマジック使ってたりしますけども、パンチホールとかそういうことはしないで、しっかりと画面を大きくね、そのまんまね、使えるっていうところは結構嬉しいところかなというふうには思います。はい。全体で言うとですね、そういったようなスペックに仕上がってますけども、やっぱり、もうちょっと詳しくね、見ていくと、ゲーミングスマートフォンらしいところはしっかりとね、網羅されてるなっていうところですよ。ディスプレイにおいてはね、まあ、リフレッシュレートが 144Hz ですよ。最高で 144Hz までということなんで、現状で、まあ、その疑似的なアコーストフォンの240を除けばですね、まあ、ゲーミングスマートフォンという領域も含めて見たときに、144最高ですから、そのトップに君臨できるところとなったというところです。また、タッチサンプリングレートも 270Hz ということで、まあ、操作感。ね。まあ、ゲームをする上でももちろんそうですし、普段使う中でもっていうところにはありますけども、どちらにせよものすごく快適な操作感を得られる仕様というところになってたりします。またですね、このタッチパネルのレイテンシーっていうところでは 25ms ってとこなんで、前のこのROG Phone 3でもだいぶ優秀だったとこなんですけど、前の機種と比べて 47% 改善というところですから、これROG Phone を、まあ、歴代使ってた方にとっては、ワーオっていうところなんじゃないですかね。まあ機種を交換したりとかしていくと、そこまでね、驚くようなところではないかもしれませんし、まあ実際にはガチゲーマーぐらいじゃないとなかなかその実感できるところではないかもしれませんけども、しっかりとその前作からね、ここまでブラッシュアップしてることはですね、本当に、まあ素晴らしいの一言かなと。それに尽きるかなというふうに思うところであります。またですね、まあ今ディスプレイのことをお話ししましたが、スピーカー。こちらももちろんですね、デュアルスピーカー搭載なんですが、まあ、過去と比べてもですね、相当に、まあ、力を入れているところはですね、まあ、ROG Phoneとしても、こう、自負しているようなところで、まあ、実際にはその、音としての、何ですか、まあ、最近この、ゲーミングスマートフォンでも、まあ、チーム戦でね、しっかりとその、ボイスチャットでね、まあ話しながらやったりとかっていうところもあったりするみたいですが、そういった時での、まあ、ハウリングっていうところまで行ったらもう、それはそれでちょっとやばいんだけど、そこまで行かない、まあその、まあ音を拾ってしまう現象だったりとかね。あとは、まあ残像感とかそういうところも含めてなんですけど、そういったところに配慮された、チューニングが施されているようですね。うん。ここはまあゲームをする上で、まあ、イヤホンをつけてやる方もそうでない方もそうですが、いろいろと気になる人は多いと思うので、ここら辺をね、本当はね、俺は個人的には普通のスマートフォンにはこういうのやってほしいなというふうに思うタイプなんですけど、ゲーミングスマートフォンとしてこれやってくるのはね、本当にいいことだなというふうに思いました。で、またですね、ゲーミングスマートフォンというところで、まあ特徴、ここですよ。LR。うん。ここの機能でもさらにブラッシュアップは進められましたね。まあ、今回のROG Phone 3で、まあ、加わったところでは長押しで連打っていうところが加わったりとか、前はさ、ほら、これ、押してこうスワイプしたりと、スライドさせたりとかっていう操作までは対応しているスマートフォンって、まあ、最近増えてきてたんだけど、長押しで、それが連打に相当するようなものとか、あとはですね、PlayStation だとか、まあ、他のゲームでもそうですけど、最近ほら、L があって、R があってっていうの、こう、2つあったりするじゃないですか。L1、L2 みたいな。これが、ROG Phone 3でも再現されるということで、LR がここあったら、その奥側に2があるとか、っていう振り分けができるようにもなってるようなんですね。なので、よりですね、コンシューマーとか、そういったようなもののコントローラーに近い操作感っていうのが実現されてるのかなというふうには思います。またですね、ここに関しては、単純にこう、タッチしてやるっていうことなんですけど、この感度に関しても、さらなるブラッシュアップっていうのは重なっていて、超音波センサー、ね、それを搭載されていたりとか、モーションセンサー、なんかもそこに加わってるっていうことなので、よりですね、ユーザーの思うような操作感っていうものを実現できるように、なかなか工夫がされてきてるのかなというふうには思います。なんか、俺なんかもですね、タッチパネルだったり、タッチ系のものでの操作というのが、アクションも含めてなかなかまだ慣れない。ところで、こういったところをですね、いろいろこう工夫してきてくれるのがすごくありがたいなっていうふうには思ったりします。はい。またですね、冷却性能。こういうこう化け物スペックで、もうバカ力で動いていくスマートフォンですから、高品質なね、そこでエンターテインメントを楽しませる。もう熱も、ね、ガンガン帯びていくというところですが、ROG Phone の、背面にある、ちょっと特徴的な、ね、目を引くような、部位がありますけども、この部分が、ヒートシンクになっているみたいで、前のROG Phone 2と比べて、しかもその大きさが6倍に大きくしているということですね。実際問題、このスナドラ865プラスが、スナドラ865から、オーバークロックさせていたりとか、いうこともありますし、こういう工夫っていうのは、ほぼほぼ、なんて言うんだろう、言うなればやって当然っていうかね、ぐらいのことなのかもしれないんですけども、そういったことにね、しっかりと着目してやってきてくれる。ありがたいなっていうところですよね。これデザインというところで見てもワンポイントにはなってますし、で、かといってですね、ゴツゴツしてしまうとか、言ったこともない背面処理になっているのは、結構割と多くの人に受け入れられやすいものに仕上がっていると言ってもいいのかなっていうところですね。で、さらにですね、Red Magic なんかは、そのスマートフォンの本体にですね、そもそもでファンを内蔵してたりしますけども、このROG Phoneに関しては、こうやってヒートシンクだったりとか、その他熱伝導系のフィルムだったとかね、そういうものを搭載するのはもちろんなんですが、ファンに関しては外付けなんですよ。で、この外付けファンが新しく今回なってまして、一新されているというところなんですけども、前作と比べて 40% から 45% ですね、ファンの回転率を上げているというところで、さらなる冷却効率を獲得できるものに仕上がっていると言っても過言ではないのかなというところですね。で、この、クーリングファンというかね、ものに関しては、同梱されると。いうとこです。スマートフォン本体に関してはですね、オーディオジャックがないんですけど、このクーリングファンの、備え付けることによって、有線で、イヤホンジャックが増設されるということにもなっています。このファンに、もうそのままそのオーディオジャックが、ね、ついてるんですよ。充電ケーブルの穴とオーディオジャックついてるんで、これが同梱されるっていうのはありがたいですよね。で、先ほどこのアクセサリーが、その前作のものがほぼほぼそのまま使えるんだって話ですけども、このね、クーリングファンに関してだけ、これだけ互換性がないようなんで、そこだけ注意ってとこですかね。ただ先ほど言った2画面にするね、ドックだったりとかっていうものは、もちろん今回のROG Phone 3用に新しいものは出てるんですけど、前のですね、ROG Phone 2用のものがそのまま使えたりとかっていうのは本当にありがたいことだと思います。ゲームパッド系とかね、そういったところも互換性あるというところです。ただ今回の新作に関して言うと、例えばディスプレイが、ROG Phone 3自体が 144Hz のリフレッシュレートに対応したというところですが、要は増設できるディスプレイのやつね。2画面で楽しむ方のディスプレイも 144Hz になってたりするんですよ。だから最高の環境もできる。前のものも使うっていうことはもちろんできるんだけども、ちょっとお金的に厳しいと。もう一回揃え直すのが厳しいという方にとってもいいんだけども、バゴンと最新のもので、もう本当にそこに見合った、ASUS が提供し得る最高のものも楽しめるようにはなってるというところになります。またですね、事前情報からもあったんですけども、外部コントローラーですね。この ASUS がこいつ用に出してるコントローラー、先ほど言ったそのスイッチのようにして使うってことはもちろんできるんですが、事前情報にもありました。スタディア用のね、コントローラーも使えるし、あとは Xbox も使えるし、PlayStation のコントローラーも使えるというところなんで、なかなか面白くなってきますね。で、特に今、そのスタディアですよ。これが海外であんまりまだね、いい流れではない。そして日本でもまだ始まってないとこですが、楽しみにしてる人は日本人ではまだまだいると思いますし、今海外でやってるところからの改善っていうのをね、ちゃんとしっかりして、もし遊べるようになるのであればですね、日本人としては期待したいなっていうところですよね。またですね、この ASUS の、ROG シリーズというところでなんですけど、先にそのノート PC なんかがね、新作発表されてましたけど、そっちでさ、天板にさ、ドット絵でこう、自分たちの好きなような演出ができるみたいなのがね、今回されてましたけど、この、ROG Phone 3もですね、同じようなことができて、というのもですね、専用の純正ケースがあるんですけど、それもですね、ドットで光るようなね、演出機能が備わっていて、自分たちの好きなような感じに光らせたりとか、そういうところが可能みたいですね。なので、派手好きな人も、一見するとさ、このログフォンシリーズって、他の例えばブラックシャークとか、ね、レッドマジックも比べてですけど、空張り的にもそうだし、あとは実際のゴツゴツさとかって派手さっていうか、そういうところで若干、ROG の方がちょっとね、負けるかなっていうところですが、そういう今回純正ケースとかによってね、自分たちで高めるみたいなことができると。演出をね、加えることができるというところなんで、ここら辺も個人的には、面白いなっていうふうには思ったところですね。で、最後にですね、気になる価格というところになりますけども、最低の、例えばストリックスエディションですね、買いモデル版というところで言うと、99,000円ということになってます。で、上位版というか無印での、例えば12GB ラムで 512GB ストレージ。これで123,000円。で、一番最高のラムが 16GB のモデル。これで136,000円というところなんで、嬉しいね。iPhone より全然安いです。はい。いわゆる中華スマートフォンというか、そういう、中華とかアジアスマートフォンというふうに言ったらいいのかな。そういうところで言ったら高いですけど、だけども、ここまでのスペックを持ってきて、で、もう本当に最高のエンターテインメント性能っていうかね、そこら辺を誇るものに仕上がってるわけなんで、それが一番上位モデルであっても136,000円っていうのは、俺はね、全然ありじゃないのっていうふうにはね、正直思ったところなんですよ。若干おかしいけどね。この感覚もね。だってGalaxy Z Flip とかさ、15万とか、そういうのがもうおかしいからさ。なかなかちょっと狂ってるものへ、ね、近いというか、昨今の、スマートフォンの価格事情的には、なかなか時代錯誤になってきてるのかもしれないんだけども、とはいえでもこのスペックだったらっていうふうに個人的には思うんですよね。で、俺はRed Magic 5G を使ってるわけですけど、これからね、Red Magic 5S ということで、このROG Phone 3に、おそらくトントンというかね、匹敵させるべくなスペックにベースアップされたものっていうのが出てくるわけですよ。で、そしてまだ未発表ではありますけど、近日発表といったとこではレノボのレギオンですね。これも待ってるわけなんで、めちゃめちゃ面白い戦いだと思わない。ここまでのスペックをASUS が出してきて、ね、その他2メーカーがまだ待ってるというとこですよ。まあ、ブラックシャークもね、ちょっとまあ考えなきゃいけない部分ではありますけども、忘れないでいなきゃいけない部分ではありますけども、いや、本当にこれ見てるだけでも楽しいし、で、おそらくこれからね、なんていうんですかね、ROG Phone 3の化け物さっていうのを、まあなんか動画に収めるですね、海外のレビューアーの人たちがいっぱい動画上げると思うんで、本当それがね、ちょっと個人的には楽しみにしてるところだなっていうところです。カメラに関しては、やっぱり、まあ一応積んできてはいるんだけど、で、いろいろできないことは特にはないんだけど、まあまあ別にトップで言えばやっぱりギャラクシーだったりファーウェイですよ。うん。ここにはやっぱかなわない部分もあるんだけど、うん。なかなかいいなっていうところですね。で、ただね、やっぱ懸念点としては、クソ重いです。ここはちょっとっていうところはありますね。240g とかかな。うん。なんでクソ重いんですよ。まあもちろんそのゲーミング重視ということなんで、まあ常にこうやって両手で持つっていうところをね、想定されてるから、まだ許せる部分ではあると思います。で、まあ歴代のですね、例えば携帯ゲーム機、ね、考えてみたときには 240g っていうんだったらまだ軽い方だと思うんですね。まあそこら辺で考えればという話ですが。うん、まあただその普段使いでやっていくっていうようになると、ちょっと女性とかでは厳しくなってくるかなっていう。で、まあ男でももちろん 240g って聞くとね、敬遠してしまう人も少なくはないと思いますが。ここら辺がちょっとね、これからの課題なのかなっていうところですね。もちろんその素晴らしいスペックというかパワーを備えつつ、またはそれがスタミナ性能も重視されてね、6000mAh のバッテリー積んでたりとかっていいとこあるんですよ。うん。冷却機構もね、素晴らしいし。あるんだけども、今後はこことですね、まあ相反するところですが、軽量化っていうところもね、ちょっとまあ注目はしていきたいなっていうふうに思います。やっぱりゲーミングスマートフォンというところでも、別にもうちょっと経てば、別に特に男がっていうものじゃなくなってくると思いますから、そういった時に、どういう風にしたら、まあ女性だったりとかね、もう少し軽量なものを、好む人に受け入れられるのかっていうとこね、そこら辺模索してもらいたいですね。パフォーマンスは落とさずに軽量化っていう、なかなかもう厳しい部分だとは思いますけど、どういったところでそれを実現していくのか。まあ、この先、ゲーミングスマートフォン、特にこのROG Phoneだけじゃなく、そういった課題がね、しっかりともう明確に出てますから、まあそこも見据えてちょっとね、俺は楽しみだなっていうところですね。まあ何はともあれ、今回発表されたスペックがやっぱ化け物だなっていうところと、で、まあ実際に備えられてる演出だったりとか、まあそれを取り巻くアクセサリー類の、まあ揃え方っていうところはすごくいいなっていうふうに思ったところと、まあ続いてくる、まあ、Red Magic 5S だったりとか、レギオンっていうのね。これまた、このROG Phone 3が発表されたことによって余計に楽しみになってくるというふうに俺は感じてると、いったところかな。まあ、何はともあれ、その日本ではまだ正式にね、投入するなんて発表はされてないので、なんかやきもきしてる人もいるかもしれないですけども。うん。ね、待ちきれずに輸入っていうパターンが、また、いっぱいいそうですが、何はともあれ、このROG Phone 3発表、おめでとうございますというところかなという感じですね。はい。俺はね、良かったなと思いますよ。うん。ということで、また見てな。バイバイ。